みつともチャンネル。ともえだよ。みちゃんだよ。本日はもうすぐ引っ越しをするのでその準備に参りました。はい。同棲始めるカップルみたいだね。あらあら、どうする、これにするとか、ラブラブ決めようね。新婚、新婚。なんかね、誰か忘れたけど言ってたのは、旦那さんが帰ってきて、やった帰ってきたってなってるうちは新婚で、うわもう帰ってきてよかったってなったら新婚じゃないんだって。なるほど。だから永遠に新婚だね。あら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 。ベッドとか、ソファーとかを見ましょう、というわけでニトリにやってきております。レッツゴー。こんなんやったらさ、おじおばになっても使えるよ。なるほど。ほら、みつじんさん、一緒にね、寝しましょう。あらあら、あらあら。で、できるよ。あらあら。どうする？これにする？老後のことも考える。まだいいやろ、考える。これいいよ。ほんとだ。だって、にゃんこ買うかもしれないじゃん。なるほど。にゃんこと一緒に寝るんだったら、十分なスペースが必要です。なるほど。なので、トメはこれをします。なるほど。どう？おやすみ。あらあら。でもやっぱさ、ここどうも寝相悪いからさ、落っこちそう。そうだね、柵がいるね。だからやっぱさっきのがいいんじゃない？わかった。この大きなベッドにゃん、重さをつけて。あらあら。もうソファーこんなんでいいんじゃない？ちょっと安いし。まあでもね、にゃんこ買うんだったらね、革の方がいいと思う、合成の。なんで？だって上でうんことかされたらもう布は終わる。確かに。中に染み込んでいく。おしっこソファーになる。そう。革にしよう。そう。これは？まあ安いしいいんじゃない？二人用やけど、三人座れるよ。まあとりあえずの仮住まいやからな。みっちゃん、ともえ、にゃんこ。なるほど。カーテンは可愛いトモポンが覗かれないカーテンでしょ。いやそれは覗かれないよ。大丈夫だよ。白がいいな。でも白汚れが目立つけどな。まあいいか。まあどうせ仮住まいやしいいか。お、ゲーマーですか。なかなかいいかもしれない。首にちゃんとフィットする。なるほど。ゲームすんの。ゲームする。こうやってする。すげえハッカーみたい。ドレッサー欲しいな。大丈夫だよ、洗面台でいい。女の敵だ。あらま。こんなさ、電気がついててさ、おお、すげえ。ほらこれいいやん。でもさ、ともさ、ずっとフランフランでね、可愛いの欲しいなって悩んでるドレッサーがあるよ。そっちにしようかな。でもちょっと高いんだよ。いくら？いくらやったら、でも全部合わせたら何十万かするかもしれない。マジで。鏡とデスクと収納用の棚みたいな、両サイドにつけたら。でっかいよね。そうそう。なんそんなんいらん。ごめんな女。そんなんいらん。嫌い。テレビ台いるよ。いるね。木だとにゃんこがね、破壊する。なるほど。からこんなんは？まあ。安いしいいんじゃね。大理石っぽくてさ、おしゃれだし、そうね。ほらもほらも、とりあえず保留キープ。これはほら、白。おー、これもいいね。ガリガリできません。確かに。変な目で見られてるよ。ゆきちゃん買って。なんで？いらんやろ。小麦は持ってるけど、ゆきちゃん持ってないもん。あらあら、新しいお家になってからにしますね。荷物が増えるよ。あらあら、あれも、あえらい、あれも見てほら、これ新しいお家インテリアどうすか。やめときなさい。なんで。いいや、さっきどもえにダメって言ったんだから。ダメだ。じゃあ買っていいから、これも。ダメ。なんでそんなお家にダサいよ。なんでかっこいいよ。ここ
こにもソファーあるよ。いいね。電動だよ。すげえ。どう？いいや。あり。ドリンクホルダーもあるし。本当だ。酒が飲める。でっかい。でっかいね。これにしよう。ふすま、朝いいやろ。とりあえずの仮住まいなんやけ。大きくって。うん。これでみつともチャンネル見たら。あらあら。なるほど。いやいや、とりあえずの23万円だって、うん、意外とお安いですか。ダメ、うん、もうちょっと待ちなさい。ちょっとニトリ以外にも運命の子がいるかもしれないので、うん、あらあら。続きまして、うん、サコダに行きます。はい、ほら行くんだ。あれはでもちょっとお腹空いた。腹減ったね。腹ごしらえしよう先に、ね、ダメ。ラゴシライにモスバーラー。トムダイエットしなきゃいけないから、もし野菜バーガーでした。辛い。サコダに着きました。サコダ。いいのあるかな。どうだろうね。見てみよう。ちょっと疲れた。あらら。これ良くない？いいかもしれないね。39,000。うん。白いし。ね。その下のもなんかニトリと似てる。これも同じ値段ね。かわいい。すげえね。欲しい。壁中に貼る。いらねえ。いらねえ。これはいらねえ。でかい頭。いらねえ。否定しかしないこいつ。あらあら。じゃあ買いなさい。いらない。というわけで、チンコン家具選びデートは終わりました。はい、今回見たのも検討しつつ、ネットとかでも探して、うん、新たなるお家を作り上げていこうと思います。はい、引っ越したらお家紹介動画も上げる予定なので、うん、皆さんお楽しみに。はい、それではバイバイキン。バイバイキン。すげえな。ローテーブルでお酒冷やせる。うん、音楽も鳴ってる。ね、買う。買う。おお。詰めて。まさかこれは携帯が充電できるんではなかろうか。え、嘘。あ、できた。すげえこれ。すげえやん。やっぱ。白やな、あれ。ね。いいね。